どうもこんにちは、テクタンです。トゥインクルテールのイベントの結果発表が行われましたね。皆さんはこのイベント全速力で駆け抜けれましたか？ちなみに私は全速力とまではいかへんな、スキップぐらいかな、そのぐらいの速さで走りました。演出が可愛かったね。今開いた瞬間、録画してたからよかったけど、開いた瞬間始まったから、また自分の録画しっかり見直そう。さて、こちらのイベントなんですが、私は今回の目標としてはリカちゃんとミカちゃん、その兄弟が手に入ればいいかなぐらいの勢いだったんで、12万位ぐらい、そのぐらい入ってればいいかなっていう志の低さでね、イベント頑張っていました。でもなんだかんだでもその二人とももう手に入っちゃったんで、まあでも12万円は入ってるかなということで、じゃあ早速結果発表を見ていきましょう。開くよ、オープン。うん、82,950 位。おっと、12万を割と大きく上回って8万位。やったねー、いいんじゃない、いいんじゃない。こちらが私の結果的なね、成績になります。ハイスコアランキングはもう見ないで、もはや見ないで、もう。私これ、この曲ね、この曲プロランクしかクリアできんかったからさ、マスターランク無理やったからもう、無敵だら見ないで。報酬も2万ポイントやからここまで頑張れて、あとほんまはこのスタージュエル100個と、この2万5000までほんま行きたかったねんな。行きたかったけど、ちょっと無理やった。ちょっと日程的に無理やったわ、このイベント限定。スカウトチケットが欲しかった。ところで別に、まあ、全くと言っていいほど高順位ではないんやけれども、一体どのくらいのペースでやったら、まあ、このぐらいの順位が取れたかといったね、その辺の話をしましょう。私は、日頃は7時間ぐらい拘束されます。7時間ぐらい拘束されているので、その間は全くゲームはできません。なので、家に帰ってきてからの時間、その間にゲームをします。でも別に付きっきりでゲームをしてたってわけでもない。けど、今の時にちょろちょろっとやればいいかなってほど全然やってなかったわけでもないから、割と空いてる時に頑張ろうぐらいの気持ちがあったら8万人ぐらいは取れるかなという感じです。ちなみにね、ちなみにもう何度もしつこいかもしれんけど、私無課金税なのでスタージュエルでスタミナ回復とかいったそういった贅沢なことは全くもってできなかったので、時々もらえた栄養ドリンクで回復するぐらいしかしてなかったです。それでもまあなんとかね、これぐらいは貯めれました。なのですごいトップレベルは無理やけど、でも自分は無課金で頑張りたいなっていう方は、キャラをコレクションするっていう意味では十分に楽しめると思うので、無課金の方でもああ無理だって諦めずにいっぱい楽しんでいただけたらなと思います。でもこれでこのタイプのイベントの要領はつかめたと思うから、これからね、これからどんどんランキングをね、この 82,950 位から上げていく、そのサクセスストーリーを皆さんは見てください。みんなラッキーやで、このな、この序盤から始まったところな、今見れてる人はラッキーやで、どんどん上がっていくその成長過程をね、見れるあなた方はラッキーですよ。報酬をね、しっかり受け取ったからスタージュエル900個になったで、2500個までとにかくガンガン貯めていくしかないわな。いいね、ピンクと黄色っていう色合いすごい可愛いよね。カリスマギャル、お姉様のやっぱり谷間がまぶしい。イベントが今終わって、特にガシャも引けるわけでもないから、今何を頑張っているかっていうと、これ、ライブパーティー。これを地道に頑張っています。で、スターエンブレムを貯めて、なんとかね、この、推しメンの一人である、ナナちゃんを手に入れたい。でもこれ9月9日までやから、とりあえず必死こいてやらないと。
このカードが、このカード、この泣き顔が可愛すぎて、もう絶対貯める、絶対8000貯める、絶対8000貯めてやる、応援してな。忍法予告の術、皆様どうも。そしてこの浜口あやめです。30日から始まるね、この度なんと私たちは時代劇に30日から始まる。かぶる。しかしこの9月30日から始まるライブパレード、こちらもどんどん頑張っていきたいと思います。結果もね、結果もまた動画にできたらなと思います。多分今回のイベントとまたタイプが違うのよね。勉強しなければならない。はい、では最後の挨拶はまたまたこの画面から。もう私はここまで来たらとことんとことん無課金でね、無課金でもここまで楽しめるぞっていうの形を動画にしていきたいと思いますので、無課金勢の皆さん、どうぞ応援よろしくお願いします。課金勢の皆さん、なかなか成長しない様子を見せすることになるとは思いますが、そのもどかしさをね、楽しんでいただけたらと思います。なんて悪趣味な。はい、ということでご視聴していただきありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。